今回はホンダ N1 RS FF マニュアル仕様で高速道路の走行インプレッションをお届けしたいと思います。最後まで見ていただくと高速道路での走行性能についてわかる動画となっています。マニュアルじゃ頭使うな。いつも動画を見ていただきありがとうございます。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらのチャンネルでは気になる車を買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回紹介する車は N1 RS FF マニュアル仕様となります。購入した店舗はホンダカーズ兵庫神戸永田店となります。いろいろと相談に乗っていただきました。概要欄にリンクを貼っておきます。 N1 RS の高速道路での走行はどうなんでしょうか。では高速道路インプレッションの動画です。はい、高速走行をしていきたいと思います。緊張する。ちょうど今9時前のちょっと交通量の多い時間帯ですが、安全に運転していきたいと思います。行けるかな。はい、来た。さあ合流向かっていきましょう。よし、踏んでいきます。今4000で、80キロ4速です。高速今ちょっとポンってなってちょっと踏んでいきたいと思います。ターボがブオー言うてる。まあ全然余裕や。パワーめっちゃある。トルクが太い。6速で踏んでも速度どんどん上がっていく。これあの S6 の時にやったエンジンの下級音ついてたら最高やのにな。パシューンっていうやつ、あれ RS にもつけてほしいな。6速だけでも全然速度コントロールできますね。これほんま軽音か。すごいな。もう音からしてね、この軽音の音ちゃうんですよ。軽い。どっちかって言ったら下からこうブーっとこう低音の回転音っていうのが車内に一応入ってくる。そんなうるさくないんですよね。うわすごいな。これ、まあ、もちろん踏んだら踏んだ分だけ余裕やしな。ちょっと積み出すと嫌やな。まあでも60オーバーなったら6速入れて流せれるもんね。ああなんとか運転できてんな。ちょっと交通量が意外と多いな。渋滞時嫌だな。コースについてはいつも通り尼崎のパーキングエリアまで通しております。お前が入った。これもう一人ぐらい乗ったらどうなるんかな。でも僕一人乗る分に関してはまあどんどん踏んでいけます。ああ渋滞や。渋滞時のマニュアル操作を気をつけていこう。前開けたくなるな。マニュアル操作しとったら。あー結構な渋滞かもこれ。これでもあれやな、アダプティブクルーズコントロールしてる時2でシフトチェンジしながらコントロールするしかないんか。まあ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 ちょっとずつ進み出したから多分マヤまでやろう。まあ渋滞の中でマニュアルじゃ頭使うな。状況をすごく確認しながら、速度も確認しながらギアを一個一個調整するようなイメージで今自分が運転してるのがすごくわかる。足バタバタするな。ああまあ多分こんなんで高速乗んなよっていう人多分おる思います。でも練習しながら乗らんといつまでも
多分できないので、これでもシフトすごく優秀やと思ってて、中途半端な速度になると変速が入らないようになってるんですよ。例えば1速に今走行中入れようとしたら入らないようになってたり、一気に間違って6速とかに入ったりとか、そういう風なのは多分セーフティーに設計されてるんだろうなっていう風に感じております。うわー、前はめっちゃ混んでるクラッチで調整しながら回転数、エンジン音で聞きつつ変速をいじっていく。もうこれ絶対ボケへんわ、これやっちゃったら。これやってると昔のあのタクシーの運転手すげえな。渋滞抜けるかな、これで。マヤです。午前中はどうしてもこの辺がこの界隈混みます。よいしょ、やっと4速入った。ちょっと踏んでいきます。6速。今隣のレーンも結構通勤ラッシュになっております。ターボはすごい。エコモードを今から切ります。おお、ターボブンブン回る。インフォメーションディスプレイが画面の右側にあるんですけども、ターボの波及について、表記されたものになります。メーターが半分まで来ると波及というような感じですかね。ちょっと今日横風が結構来る天候でして、今左右に車が揺れてますね。やっぱりちょっと上背があるっていう部分も多少影響あるかなと思います。今路面がちょっとザラメ今入りました。振動とかについては僕はこれ許容範囲の部分かなと思います。ただ後ろの方がやっぱ軽いので、後ろがちょっと跳ねたような印象は受けます。前輪がかかった時にはもうちゃんと収まりいいんですけど、後ろになったらパタンってちょっと跳ねるような気がします。今ちょっと大きめのカーブ入ってきました。この速度に対してハンドルが重さが変わったりっていうのは特にはないです。上に速度が出ていても結構軽いっていうわけじゃないんですけど、適度な遊びがこれぐらいあるって感じかな。適度に、これより触れるとこうロールしだす感じですかね。でちょっと S660 のモデュール X を所有して車でっていうコンテンツもやってたので、それとちょっと比べていこうかなと思います。まず印象の話だけで言うと全く別物やと思います。形もそう、座面もそう、あとツーシーターっていうのもそう、全然違います。ただパワートレインはほぼ一緒だからといってパワーとかなんかそういうのもまで一緒なんかなって思ってたんですけど、それは全然違う、ほんま全然違う車です。多分シフトノブもデザイン一緒やったんちゃうかな。ここのこれ握りが S6 はあのほんまコーナリングマシーンって言われるような感じで、重心が全て真ん中の方に寄せた車になってるですけども、こちらは、まあ、オーバーハングもこれ全然ないんですよね。だから、まあ、全て中に収まってるとは思うんですけども、乗せてるもんが違うだけで変わるんやな、すげえな。あとはねシフトの腕前さえ上がれば家族文句言わへんと思うんですけどね。で今長距離バーで走っててですけど、シートもすごくいいんですよね。でもちょっと脇腹がちょっと大柄な人やったら、あれなんかサポート甘いなって感じるかもしれないです。で内装に関しては S6 の方が豪華かな。こういうフロントのところにソフトパッド使ってたりとか、いろいろこうツーシーターをまあ有意義に過ごせるような感じでいろいろ手加えられてるんですけど、N1RS に関しては基本はもうクラシックですね。ここのヘアラインのデザインはいいんかなと。あとはオレンジのこういう加色とかでちょっとスポーティー
さを演出してるのはいいかなと思います。でステアリングの質感については、まあリッター車の上級グレードみたいな感じですかね。ここのパンチングの革のところが多分大体握る場所になると思うんですけど、僕はこのパンチングの革が好きです。まあぬめっとした革ではないんですけどね、昔の系みたいにうーんってうなりながらこう運転するような感じがなくて、すごい余裕。そら軽自動車売れるわ。維持費も安いし質感高いし。ちなみに今の平均年見てるかな、出てきた、だいたい今 13.8 ですね。これはまだリセットしたことはありません。今ずっと乗っててですね、だいたい今で200キロぐらい乗ってるのかな、200キロぐらい乗って13.8 っていう燃費になっております。まあでもこれから同じこのコースで燃費計測もします。踏んで、で6速に入れる。横トラック怖い、もう結構寄せてくんな。やめて福山ナンバーのトラック。でもちょっと乗り始めに比べると余裕が出てきましたね。さっき煽ってきてたトラック、後ろのバンを煽ってますね。怖かった。さっきまで結構後ろまでビタビタにくっついてきてたんですよね。で確かエコタイヤ履いてるんですよね。そのせいかどうかわかんないですけど、結構高温が車内に入ってきます。でもタイヤ変えたいな。ちょっとスポーツ系のタイヤになんかええのあったらな。なんかこんなタイヤどうですかみたいなとか、なんかあれば、もしよかったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。さあさあ浜ヶ崎のパーキングエリア到着しました。まだこれナビにバックモニター入ってません。でなおかつこちら、バックに入れてもチンコンチンコン音鳴りません。これ仕様なんですかね。もしオーナーさんおられましたら、純正のナビやとチンコンチンコン鳴るとか、もしあるんやったら教えてください。今回ナビに関しては自前で用意したオーディオディスプレイになります。カロッツェリアです。これもまたおいおい紹介したいと思います。以上となります。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは車についていろいろ調べているチャンネルです。他にも、ホンダさんやったら多分 S660 モデュール X で、ついこの間、最終型のベゼル RS をお借りして、ちょこちょこ、乗らせていただきました。高速も同じ構成乗ってます。であとはアウトバックやったりジムニーで、ヤリスクロスも、レビューさせていただいております。もしよかったらご覧ください。あとはこれからいろいろ RS 興味ある方もしおられましたら、チャンネル登録していただくと、このような感じで車について情報を発信しておりますので、よろしくお願いします。はい、車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。